ドンケツは、他史による日本の漫画作品。ヤングキングにて2011年10号より2019年2号まで、第1部が連載された。同誌で、ドンケツ第2章が連載中。2013年、ドンケツ外伝は、ヤングキングの増刊である、ヤングキングギリギリに掲載され、同じく増刊である、ヤングキングブラックの掲載を経て、ヤングキングブルにて2019年3月号より、 前後を連載された。ドンケツを原作としたスピンオフ、ビリケツがヤングキングブルにて2020年7月号より2021年7月号まで連載された。作者はソメハル。20年前、敵対組織の事務所にロケットランチャーをぶち込み、それ以来、ロケマサと呼ばれるならずものヤクザ、サーダマサト氏が北九州市小倉を舞台に暴れ回る。ロケマサ組ロケマサ、タ夫。 自定、レオ、桃で構成される。ロケマサが所属する組で、月輪界の実機団体。ロケマサをはじめ、腕っぷしの強い組員が多く在籍しており、数は少ないものの月輪界でも1、2を争うほどの武闘派組織。北九州を縄張りとする極道組織。物語開始時で5代目。参加の組はいずれも月の状態を表す単語。 または月を連想させる単語を組の名前に関している。外伝では宮本が、かつて所属していた月組という組織が、天皇会の侵略を防ぐために中心となって、周りの組をまとめ上げ、月の下ではになって団結するという思いで、月輪会と名付けられて結成された歴史が判明した。本家執行部氷輪組執行部月笠組200人を抱える大女隊で、 月臨会の揉め事においては常に先頭に立ってきた、随一の武闘派組織、金冠版とも称される。執行部月光組執行部た日組組員の数は10名ほどしか、おらず、約半数が現在は、刑務所に収監されているが、個々の結束と実力は高い。執行部行月組執行部月見組執行部、無月組執行部淡月組執行部月。 白組執行部風月組か月組15や、組元々は小規模で穏健派の組織だった。麻生と小田切が加入してからは、急激に経済力を強め、月輪会の中でも対等してきたが、その財源は覚醒剤取引などの月輪会では、5ハットの手段によるもの。秋月組年月組辞典が、かつて所属していた組。月の八組月白組の参加組織。 老月組月輪会の参加組織、月毛組淡月組の参加組織、関西を拠点とする日本最大の極道組織、上光組武闘派組織の天望会の中でも、随一の武闘派で殺戮集団とも呼ばれている、河北組第二章で登場した金沢に拠点を置く組、鶴剣組第二章で登場した富山の組、関東最大の極道組織、桃が、 かつて所属していた白鷺組とは友好的な関係だった。高十組、他とは違うものにしたいと考えていた他氏は、自分の周りにこういう人がいたら嫌だなという人物を構想したらロケマサになったという。他氏は、ジャリンコチへの鉄が好きで、ロケマサは鉄をオマージュにしている。他氏によると、セリフについては、実際にヤクザが使っている言葉ではなく、それっぽくしているだけである。 バケツ一杯など妻が言った言葉を作中に使用しているという、ありがとうございます。